対戦車ミサイル、対戦車ミサイル、対戦車ミサイルは、戦車を攻撃するために用いられるミサイルである。対戦車誘導ミサイル、対戦車誘導兵器とも呼ばれる。日本の防衛省、自衛隊においては、対戦車誘導弾と呼称し、マット、ミサイルアンティタンクの略語を与えている。これは ATM をアトムと読み得る、実際の核の意味で書かれるアトムは、 アトモであるため、核兵器を使用しているとの誤解を避けることを目的として、あえて語順を変更したものである。戦車は強固な装甲により防御されているため、少量の火薬による通常の爆発ではダメージをあまり与えられない。また、ミサイルは、飛翔速度が砲弾、アップフスズ弾などと比べて、非常に遅いために、運動エネルギーによる走行貫通は行えない。 そのために、対戦車ミサイルでは爆発の威力を一点に集中させることができるヒート、成形作薬弾を用いて、戦車の装甲を貫く。対戦車ミサイルは、車両や航空機などに装備されるものが多いが、人力で搬送可能なものも多く、不評部隊の対戦車班の主要装備となっている。戦闘車両以外にも、人間、建物、 人地などに対しても使用可能なことからロケット砲や携帯型地対空ミサイル同様ゲリラや民兵が好む装備となっている。もっとも価格は地対空ミサイルよりはずっと安価とはいえ日本円で一発あたり数百万円もするため大国から装備を供与されていない民兵組織ではおいそれと自腹で調達できるものではない。副次的な利用として 対艦ミサイルに比べて廉価かつ高速であることから、武装ボートや上陸用衆艇に対する攻撃にも用いられる。イラン・イラク戦争において、イラン革命防衛隊海上部隊の武装ボート及び突撃艇の対抗手段として、ペルシア湾に展開したアメリカ海軍が BGM-71 とを使用した。日本の79式隊衆艇対戦車誘導弾は、 集停を主目標の一つとして開発されている。有効射程が短い方を保管するために、通常砲弾と対戦車ミサイルの双方が発射可能なガンランチャーと呼ばれる大口径の手法を備えた M551 シェリダン空挺戦車のような車両も存在していた。現在は戦車砲自体の大口径化とミサイルの小型化により、 ロシアの QM119 やイスラエルのラホットのように通常の戦車砲から発射できるタイプが登場している。世界で最初に開発された対戦車ミサイルは第二次世界大戦中の1941年にドイツで開発が始まり、1944年に実物でのテストが行われた X-7 ロートケップヒエン、ロートケプション、赤ずきんちゃんである。 X-7 は終戦までに300発ほどが完成したが、実戦での使用はなかったとされる。また、誘導命令を赤外線で伝える方式や、今で言う第二世代の誘導方式、そして画像認識による誘導など様々な誘導方式の研究がされていた。これらは計画の意見を出なかった。また、X-7 以外にも様々な対戦車ミサイルが、 計画されていたがそのほとんどは完成していない。世界で最初に実戦使用された対戦車ミサイルはフランスの SS-10 である。SS-10 は低コストで戦車を駆逐する兵器という前提で開発が行われ、軽戦車や対戦車砲のような重装備を用いなくと、トラックやジープで軽快に移動する兵士によって大量に戦車を駆逐する装備を持つことが可能になった。 世界で最初に対戦車ミサイルが大規模に用いられたのは第四次中東戦争である。エジプト陸軍がイスラエル陸軍戦車部隊に対して AT-3 サガー対戦車ミサイルを集中使用し大打撃を与えることに成功した。そのため一時はミサイル万能論、戦車不要論が大きく取り沙汰された。しかし戦車側も対戦車ミサイルに対抗するため 爆発反応装甲、エラなどのヒートを無効化する手段を有するようになった。その後、本格的な防護力を持つ第三世代主力戦車が登場したため、エイティムもより強力なものを望まれている。そのため、ヒートを2段にし、1段目の弾頭で爆発反応装甲を破壊、2段目が装甲を破る、タンデム弾頭を持つタイプや戦車の装甲が、 比較的薄い上面を狙ってヒートを打ち込むタイプ、スウェーデンのビルなど、旧来のヒート弾頭ではなく戦車砲弾である。アップフスズ、相弾頭付け翼安定鉄鋼弾と同等に、運動エネルギー弾を目標に超高速で突入させることで、反応する猶予を与えず爆発反応走行後と、撃破することが可能なる Z のようなタイプもある。死体空ミサイルなどと異なり、 対戦車ミサイルは電気信号を送るワイヤーによる優先誘導方式が多いが近年では光ファイバーを用いたものやワイヤーを用いないアクティブ誘導でより高速の一部も登場している。また以下のように機能により各世代に分類される。照準機または双眼鏡で目標を照準し飛行中のミサイル後部の噴射縁や発光マーカーでその位置を確認しつつ ジョイスティックで誘導する遠隔操作誘導方式。目標と自分のミサイルを同時に目で追う必要があり、ミサイルも低速でオーフの影響を受けやすい。当然、小巡手によるミサイルの操縦が必要となり、小巡手が無力化されてしまえば誘導も不可能とる。代表例として、世界初の実用体戦車ミサイルとなった SS-11 や、 AT-3 サガー64式体戦車誘導弾などが挙げられる。前期第一世代を改良した誘導方式を採用。飛行中のミサイルの位置は人間のオペレーターでなく誘導装置がセンサで検出する。オペレーターが照準機の中心に目標を捉え続けていれば、照準線とミサイルの位置の差を誘導装置が計算して誘導信号をミサイルへ送信する。 小巡視は、目標だけを追えば良くなり、特別な操作能力がなくとも誘導が可能になったが、やはり目標に命中するまでは誘導、操縦し続ける必要がある。代表的な例として、西側諸国の BGM-71 と、ホット、ミラン、79式対終停対戦車誘導弾、東側諸国の AT-4、AT-5 などが挙げられる。 などの標準レーザーを目標に照射し続けることで、ミサイルの弾頭が目標から反射したレーザーを検出して飛行するセミアクティブ誘導方式。誘導ワイヤーが配されたことで、ミサイルが高速になり、また、発射地点から離れた場所から、さらに発射手とは別の標準手でも誘導が可能になった一方で、標準レーザーを感知される優先誘導でないために、 敵のジャミングに弱くなるといった欠点も登場した。代表的な例として、ヘルファイヤー87式対戦車誘導弾などが挙げられる。目標の発する赤外線を映像として捉え、これをミサイル先端部のシーカーが感知して飛行するパッシブ誘導方式。発射直後に照準作業を終了して、伊手が退避することが容易になった完全な打ちっぱなしだが、 フレアなどの赤外線ジャミングに弱い。代表的な例として、ジャベリン、01式携帯戦車誘導弾などが挙げられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。